おはようございます。おはようございます。これがですね、今度こう我々のデザインラボというショップで限定の発売になります。ジェットエックスのブラッククロムアイヤー。ブラッククロムアイヤー。かっこいいですね。この黒金とか僕めっちゃタイプなの。僕金のこのソールに名前入れてるからかっこいい。これって何色ぐらいあるんですか？12色。多い。じゃあいろんな色の中から自分で好きなのを選べる。そうですね。いろんな。この3つ以外にもあるらしいけど、何色がいい？俺は緑。あ、緑。緑でもいいね。いくよ。今度か青。もう、まあ、青系じゃないかな。青系の完全青。はい、そうですね。好きな色が選べるってすごいいいですね。ジンは金。俺はもうこれ。もう決まってる。金だよ。ちょっと黒がかってるのもいい。うん。見た目もね、シャープに見えるしね。うん、ああ、うん、確かにそうですね。使ってみたくない？もう使いたい。ですね。すぐにでも。確かに使えるな。シャープに見えるですね。うん、ね、シャープに見えるいいよ。このクラブは一体どこで買えるんですか？はい、ランドップのデザインラボっていう。デザインラボ。はい。限定ショップ。限定。なるほど。限定ってだけに。高級感あふれますね。欲しいです。スリクソン ZX ブラッククロムアイアン、おすすめです。かっこいい。今日はデザインラボという限定ショップ限定アイアンで、はい、ブラッククロムアイアンをしました。黒い。どうですか？めっちゃかっこいいじゃないですか、ね、この色は今までないですもんね。超かっこいい。名前の通りブラッククロムのメッキを施してまして、刻印カラーも12色から一応選べるんです。あ、いいですね。かっこいい。12色から好きな色選べていいじゃないですか、はい、お好みのカラーありますか？僕はブルーですね。ブルー入れた。僕もライトブルー入れたいですね。めっちゃいいじゃないですか。これなんかグリップと色合わせるとなんかおしゃれですよね。確かにね。そういうカスタムが自由にできるアイアンです。黒いメッキなんですけど、構えた感じの何か特徴ってありますか？でもなんかすごいちょっとシャープに、普通のモデルからしたらなんかシャープに見えますね。全然なんか普通に使いたいんですけど。反射しにくいとかそういうのありますか？あるんじゃないですか、これね、荒れてる時とかね、これ反射しないと思います。あれ時に試してみたいね。はい、てか普通にマジでかっこいい。かっこいい、このデザイン。ズバリ使用したいですか？はい、使わせていただきたいです。スリクソン ZX ブラッククロムアイアン、おすすめです。